ネクストチャレンジ。はい、虫研ようこ、ネクストチャレンジ、始まりますよ。よろしくお願いします。はい、お願いします。虫研さん、はい、もうすぐ7月25日、井上チャンピオンの試合が楽しみなんですが、はい、その直前で楽しみなニュースが入ってきました。はい。9月に天心さんの2戦。9月ですか？はい。これまた、いいペースで試合組みますね。はい。しかも、天心さんだけではなく、中谷チャンピオン、うん、寺地健志郎チャンピオンも試合する。うわ、すごいな、カードは。はい。まずは、皆さんのカードをさらいたいんですが、天心さんから。天心さんは2戦目にして、メキシコのパンフローレスという、9戦9勝、7 KO の無敗の相手と戦う。ちょっと怖いの怖いね。そうですね。で、天心さんは、キックボクシング時代を合わせて、初めてのメキシカンを試合しました。はい。どうですか、星健さん。やはりメキシカンはやりにくいですか？しっかりしてるんですよね、ボクシングがね。うん。まあ、今はちょっとファイターもすごく、多いんだけど、昔はしっかりしたガードで、ボディ打ちとか、そういうのうまかったんですよね。はい。ちょっと試合の映像がまだちょっと入手できてないので、天心さんのコメントからになってしまうんですが、リズムが結構メキシカンは独特で、そこのやりづらさはあるんじゃないか。ただスピードはね、そんな怖くないんですよね。はい。途中から伸びるパンチとかそういうのうまいけどね、打ち方は。はい。なるほど。はい。であれば、まあ、天心さんのスピードが上回る可能性も。ああ、もうスピードは僕は全然、天心さんの方が上かなって感じでね。うん。そして、もう一つ、まあ、天心さん、9戦、無敗の相手と戦うんですが、はい、もう一つ、ニュースというと、はい、8回戦。8回ね。はい。だから A 級ですよね。そうですね。A 級の試合ですよね、そろそろ。はい。ちょっと異例の、普通で言うと2回、6回戦を挟むことになると思うんですが、うん、今回、超えて8回戦。うん。ここに関してはいかがですか？だから相手が、どこまでの実力か、この、無敗でね、世界ランキングに近い選手なのか、もしか勝ったら世界ランク入る可能性も高いよね。15位以内に、天心。そうですね。A級だったら8回か。うん。先ほどの8回戦というところで言うと、はい、天心さん、初めて走り込みの合宿を。うん。これは具志堅さんも現役時代されてたと思うんですが、うん、走り込みの合宿っていうのはどういうものなんですか？足腰。もう下半身の強化ですよ。膝を強くしたり。うん。それは大事だと思いますよ、ボクサーは。はい。ボクシングをする前はしていなかった走り込み合宿を2回行ったってことなんですか？うん。そこがやっぱり普通のキックボクシングとボクシングのトレーニングメニューが全部こなしてないと思うんですね、まだ。スパーリングもそうだけど。うん。きつい練習は しなくちゃいけないと思うんですよね。それを別に重ならないと世界は取れないよね。うん。この走り込み合宿2回っていうのは、牛健さんの現役時代の。はい。これ2回やりました。うん。それで先ほど言ってたみたいな、まあ、強いボクサーになる、うん。そうです。これはもうね。これのデビュー戦見てもね、まあ、デビュー戦だったからまだキックの残ってるけど、だからこの2戦目が楽しみだね。海外の本当の本格的なボクサーとやるから、どういう戦い方をするって内容ですね。はい。具志堅さんはどういった内容が見たいですか？やっぱり、ジャブをよく使う。ね、ジャブ、左をやっぱ使っていく。それとやっぱりコンビネーション。ボディから上へ行く。上下の打ち分け。そういうのをボクサーできないと、世界飛ぶの難しいんですよ。デビュー戦の見て、私と同じサウスポーだから、フックが打てない。右フック。これが不安なんですよ、僕は。もう、本当に、サウスポーはとにかく右フックがうまく使えるのと、左ストレート、とボディ。うん。それ使えたらもう、だからどんどんまあ、練習で使っていけばいいなと思うんですよね。この試合で、そういった新しいコンビネーションであったり、ワンツーで終わらず、連打を打てるところっていうのも見たいと思うんですが。そうですね。はいはい。コンビネーションですよね。はい。私もなんか、会った時にアドバイスしたと思うんですよね。はい。サスパーは絶対右フック使えないよと。はい。左右からどっちからスタートしていくか。それ、組み立てをやっぱり、リングの中でしなくちゃいけないですね。はい。具志堅さんは、8回戦よりも、
KO 勝ちが見たいのか、それとも8回のラウンドを見たいのかでいうとどっちですか。内容ですね。内容です。はい、内容次第です。はい。倒せる相手であれば KO してほしいし、はい。8回戦で完封するところも、うん、内容によって。戦い方がボクシングの戦い方をやってるかっていうことですね、まずね。はい、あ、ボクシングに近い動きしてるなっていうのを見たいね。はい。ということで、まずは、天心さん。やっぱ期待、本当に日本のやっぱボクシング界が今やっぱ期待してる一人なんですよ。はい。そうですね。まだチャンピオンという称号はないですが、これだけの注目度。ですね、やっぱりキックボクシングの名前と、やっぱり、プライドっていうか人気が残ってますからね。これがボクシングで通用していけば二刀流ですよ。やっぱりこれが。すごいですね。はい。はい、そして、具志堅さん。はい。この試合だけでは終わりません。はい。まずは、セミと言われている中谷さん。中谷淳人さんが。中谷さんがセミ。はい。メインは誰？健志郎さんだ。すごいの、ね、2試合メインになるのね。はい。ああ、大したもんだ。セミと言われている中谷さんは、うん、はい、統一戦では今回防衛戦になりました。防衛戦ね。はい。はい、同級11位のアルヒ・コルテス、メキシコの選手と初防衛戦になったので、うん、まあ、もしかしたら統一戦をやるんじゃないかという話もありましたが、まあ一回挟むという形ですね。相手は11位 ?11 位です。うん、まあ、記事の情報なのでどこまでか定かじゃないんですが、結構この11位まで下がったっていうのは、みんなその中谷さんが強すぎて対戦を避けたという。まぁ、あ、ちょっとネット情報なので、あれですが、はい、30戦、25勝3敗2分け、10 KO、30戦。不足情報として、エストラーダと対戦はあるんですね。あるはい。まぁ、判定で破れてる。判定までいってるということですね。やばいよ。急にしちゃダメだよ。うん。そんな弱い相手じゃないと思いますよ。日本で防衛してるんでしょ？はい。そうですね。もしかしたら、前回、海外で、あのような、すごい勝ち方、カウンターを合わせて勝ったので、今後、海外でやっていくんじゃないかという、だから、あったんですよ。ここなんだよ。海外はね、いい試合してるんですよ、みんな。中田さん。日本では、日本に来たら安心してるのか。日本だと見せない。まあ、安心はしないと思うんだけど、大振りがあったんだよね。今回も2週間前まではアメリカの方で調整するということなんですか。うん、それでいいじゃないの。はい。そこら辺はどこまで修正できるかというところですね。うん、まあ、なんていうのかな。やっぱり力があるからね。力まないで大振りしないで、いつものペースでいけば当たったら倒れるんじゃないかと思うんですけどね。はい。それはやっぱり自分のボクシングでリズムでずっとやっていく。うん。それが強みかな。中谷さんの。強みは、ね、相手のピースに絶対はまらないっていう、はい、そしてあのような長身のサウスポーっていうのはなかなかいないと思う、うん、いないね、はい、やりづらいよ相手から見たら、はい、相手はということで、はい、セミファイナルは中谷さん、はい、そしてメインを張ると言われているのが WBA スーパー WBC の世界ライトフライ級2団体統一王者の寺地健志郎さん、具志堅さんが前回の試合で大絶賛されている健志郎さんの次戦となるんですか。内容がいいよね。はい。ケンシロウさんもしかしたら統一戦やるんじゃないかと言われてたんですが、前回流れてしまった対戦あるけど、うん、今回は WBA のライトフライ級1位のヘッキー・ブトラーという35歳の南アフリカの選手ですね。うん、日本に来てないかな。はい。この選手はもともと WBA のミニマム級とライトフライ級の王者で、田口さんとやって、田口さんには、勝ってますね、判定、ね。その後、京口さんに敗れて、うん、WBA の王座を陥落してるんです、はいはいはい。ということで、まあ、京口さんには負けている相手ということなんですが。うん、まあ、南アフリカね、まあ、噛み合うと思うんだけど、とにかく今の、ケンシローチャンピオンは、ボクシングの上手さと、パンチがあるね。はい。ボクシングの技術は、すごいな。この間の相手も強かったから、いや、あの相手をノックアウトしたんだもんね、この間。終盤までどっちに転ぶかわからないぐらいだった。きっと。うん。今回もベストコンディションで持っていけば、楽に KO で勝つんじゃないかな。今回は。健志郎さんはかなり KO も量産してるので。これ、はい、そう期待してますね。はい。で、その後に、投手戦も。はい。
やったら面白いと思います。はい。統一チャンピオンの中にいないでしょ。そうですね。団体、はい、まあ日本に。まあいないです。いないよね、はい。これはなんかできそうな、したいですね。はい。もともとバンタム級、井上チャンピオンが軽量級初のプロレス王者だったので、ナイトフライ級はまだした人はいない。うん。という中で、まあ、ケンシロウさんが一番可能性があるんじゃないか。うん。だからこれ順調にいけば、ライトフライの13回防衛を塗り替えていくんじゃないかと思うんだよね。はい。ただまあ、ケンシロウさんは意外と年齢いってまして。うん。今年で31。1でしょ？はい。まだまだこの間の試合見たら、31には見えなかった。だんだん強くなってきてるから。年関係なかったね。はい。うん。このまま残れば、もしかすると、具志堅さんの記録に再挑戦するか。うん、ライトフライの記録抜かれるような気がするけどね。はい。金城さんは、ただ、もしかすると、統一後、フライ級も視野に入れてる。うん。だあれ見たら、ライトフライでもできそうな感じするけどね。だけど、普段の体重どれくらいあるかわからないけど、だけど、ライトフライですごいいいコンディションで試合してるんだよね、見たら。うん。ということで、具志堅さん。はい。9月の18日、また楽しみな試合が。ありますね。はい。いやいや、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。